はい、皆さん、チャプキチカンパニーへようこそ。チャプキチです。さあ、本日は12月13日日曜日ということで、スターウォーズフォースの覚醒公開カウントダウン企画でございます。今日はスターウォーズクローンウォーズ劇場版を鑑賞したいと思います。さあ、それでは早速行ってまいりましょう。公開まであと5日。 May the Force be with you。はい、ということでクローンウォーズ鑑賞いたしました。早速あらすじをご紹介したいと思います。ドゥーク伯爵率いる分離主義勢力とジェダイを率いる共和国との間に勃発したクローン戦争が激化する中、ジェダイのアナキン・スカイウォーカーは彼のパダワンであるアソーカと共に重要な任務へと向かいます。やがて彼らは犯罪組織の首領ジャバザ・ハットに出会い、ここからいろいろ戦いが始まり、実はジャバザ・ハットの息子がさらわれるんですね。さらわれた息子を助けに行くっていうところから始まるわけなんです。本作はテレビ番組で放送されたクローンウォーズにつながるわけなんです。でね、クローンウォーズはもう今シーズン6ぐらいまで出ていまして、まあ、結構テレビでも放映されたり、例えば DVD も出ていますし、まあ、結構話題となったんですが、まあ、やはりあのディズニーがちょっとルーカスフィルムを買収したエピソード7ね、今フォースの覚醒、それを制作するということもあって、まあ、制作が中断されたわけです。なのでシーズン6以降も実は予定されていたんですけど、今は止まってるっていう段階。ただその代わりにエピソード3と4の間を結ぶ物語、反乱者たち、これでね、今はすごく話題になっていますので、そちらに注目っていう形になっております。まあ、今回アソーカタノというね、新しいキャラクター、アナキン・スカイウォーカーの弟子ということで登場するわけなんですけど、このキャラクターね、本当にすごくユーモアもあって、あの明るい少女のパダワンジェダイなんですけれども、子供から大人までかなり人気のキャラクターだと思います。本当に親密感が湧きやすいね、すごくいいキャラをしていて、このキャラクターね、実は今放送中の反乱者たちにも登場するんですね。おそらくねシーズン2で登場するみたいなので、そちらも注目したいところであります。まあ、今回このアナキン・スカイウォーカーと、もちろんオビワン・ケノビも出てくるんですけれども、エピソード2と比べるとオビワン・ケノービがアナキン・スカイウォーカーにかなり信頼を置いているように感じます。エピソード2ではオビワンもアナキンを褒めることとか信頼しているなと思ったことあんまりね、ほとんどそういうシーンなかったんですけど、やっぱりそれから、まあ、ジオノーシスの戦いエピソード2のね、そこからの今回のクローンウォーズなので、やはり信頼度がかなり高まっているんではないかと感じました。あとそうですね、ヨーダの言葉で、ヨーダがアナキン・スカイウォーカーにアソーカタノのパダワンを持たせたんですけど、やはりヨーダもね、パダワンに教えることはまだ簡単だ、その教え子を手放す時にどう感じるかっていうね、すごく深い言葉をヨーダがおっしゃっておりました。まあ、そうですね、やはりその自分の弟子を持って育てて、で最後に手放すというジェダイの思いっていうものをかなりね、まあ、僕も結構気に入ったのが、毎回こういうシーンなんですけど、パドメがね結構窮地に陥るんですよ。でそこに助けに来たのがなんと C3PO なんですね。 C3PO なんかもうどんどんすごく頼りがいのある存在になってきております。これはさすが C3PO、 もうフォースの覚醒にも出てくるので、デコボココンビね、アルツビーズとか楽しみですね。あと今回クローン戦争に関してはユーモアが普通の劇場版よりもあります。まあ、アソーカタノンもそうなんですけど、一番目立つのがですね、バトルドロイドの会話なんですね。2体のバトルドロイドが話したりするんですけど、それがね結構ちょっと漫才みたいなね、そういった会話が繰り広げられるので、そこが面白いと思います。でやっぱりね、このクローンウォーズ見ても思うのが、結局このクローン戦争ってすごく大規模な戦争じゃないですか。で本当にいろんなジェダイとかクローンとか、まあむしろねバトルドロイドもすごく加わって、犠牲となる人々とか、あともう本当にね、みんなジェダイたちもすごく考えて考えて戦争を戦いっていうものを繰り広げてるんですけれども、結局ね、結局パルパティン議長の思惑なんですよ。結局分離主義側のトップもダース・シリアス、いわゆるパルパティン議長ですね。で共和国の最高議長もパルパティン議長、これも結局同じ人物なんですよ。だからここがね本当に悔しいですね。結局あの人の思いのままに僕たちというか彼らは戦わされてるっていう、やっぱねダース・シリアスこそね、このスターウォーズも最も重要な人物じゃないでしょうか。はい、ということで今日も最後までご視聴本当にありがとうございました。次回はですね、エピソード3シスの復讐を鑑賞したいと思います。ついにねジェダイが、ちょっとあれね、エピソード3本当に見るのが憂鬱なんですけれどもね、まあやはり映画としてはすごい素晴らしい作品だと思うので、またねレビューさせていただきたいと思います。はい、ということでまた次回お会いしましょう。それではちょっとね、なんかね、それでは May the Force